プラットフォームは Facebook、Yahoo、Bing、Bide、なれびに AOL のアカウントを API を通してサポートします。彼はドロップダウンリストから p ウパ e r s p o r t s Inc を選択し、チャンネルタブをクリックします。チャンネルタブからドミニクはチャンネルごとのパフォーマンスデータを見ることができます。ドミニクは自分の既存アカウントのすべてを確認し、新規のパブリッシュアカウントをリンクすることも、 パブリッシャーアカウントをリンク解除して削除することもできます。忘れてならないのはプラットフォームからのコスト、収益、アカウント構造を含んだ全てのパブリッシャーデータ及び収益やコンバージョンを含みプラットフォームトラッキングピクセルあるいは第三者により提供されたプラットフォームによるレポートがリンク解除によって削除されるということです。パブリッシャーアカウントにクリックして ドミニクは、自分のアウトドアキャンペーンを同期することにします。彼はそれらを選択し、次に同期するをクリックします。同期はパブリッシャーまたは検索エンジンから変更を引き出します。時にはユーザーが検索エンジン内で、または検索エンジンデスクトップ編集を通して変更する場合もあります。同期はパブリッシャーの変更をプラットフォームに引き出します。 パブリッシャーアカウント同期およびプラットフォーム投稿はどちらも上書きをします。プラットフォームからの投稿の変更は異なる検索エンジンの設定を上書きします。一方検索エンジンからの同期は異なるプラットフォームの設定を上書きします。パウパウスポーツ用にクライアントとユーザーが設定されるとドミニクは新規の Google 中国検索アカウントを追加することにします。 ドミニクは Google を選択し、アカウント名をつけ、パウパウのアカウント情報を使います。次いで、ドミニクはユーザー名、パスワード、そしてアカウント E メールを追加します。 ディメンションががアアカウンンントののレベルルままでロールアップするのが見えます。る見えディメンション値を入力すると、パブリッシャーアカウント階層内の低い位置の項目に上書きされない限り、同じ値のキャンペーン、グループ、キーワード、そしてクリエイティブのすべてが入力されます。例えば、b y ラオ o とタグ付けされたディメンション検索マネージャーは、グループ、キーワード、またはクリエイティブのレベルで上書きできます。 ドドミミニニクククククはは、次へをリリックします。ドミニクはリンクすンるキャンペーンを選択します。キャンンペーンをリンクするとキャンペーン構造経費その他の構造およびパフォーマンスのデータがプラットフォームインターフェースに追加されますユーザーはプラットフォームからのキャンペーンを編集管理できリンクされたキャンペーンデータについてレポートできます ドミニクは中国市場のための新規のプラットフォームトラッキングピクセルを通して収益にアクセスします彼は収益なしとコンバージョンデータを選択し保存しますプラットフォームはパブリッシャーと検索エンジン API を通して管理されたアカウントへとリンクしますプラットフォームとパブリッシャーとの間のコミュニケーションは双方向ですドミニクのパブリッシャーアカウント内での変更は プラットフォームと同期され、またその反対も同様です。これによりドミニクは常にプラットフォーム内に最も正確な情報を確保できます。API に基づいた接続はアカウント全体に対する優れたコントロールを提供します。ドミニクはリンクされたすべてのパブリッシャーアカウント全般のプラットフォーム内で編集、レポート、最適化が行えます。